毎度大きに。今回は女優でタレントの入木まりさんを見ていきましょう。彼女の生年月日は1990年2月16日、出身地は鹿児島県、血液型は大型、身長は157センチメートル。入木まりさんですが、趣味はゴルフ、麻雀、映画鑑賞で、特技は新体操でインターハイに出場した経験もあり、 デビューのきっかけとなったスカウトキャラバンの決戦大会で自己アピールとして披露したそうです。経歴としては2007年第32回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し芸能界入りしました。初出演のテレビ番組はアッコにお任せで2010年には海の金魚で映画初主演しました。2013年には雑誌「t ィーブナビ」の読者が選ぶ ドラマ・オブザ・ザ・イヤー2012の最優秀新人賞を受賞しました。私生活では、2008年放送の主演ドラマ、私は一本の木に恋をしたでの共演で知り合い、友人関係を経て、2019年秋より結婚を前提に交際していた俳優の江本時生さんと、自身の30歳の誕生日となる2020年2月16日に婚姻届を提出し、結婚しました。そして 2022年6月1日に週刊文春により江本時代さんと離婚していたことが報じられました。最近では、2023年2月20日発売の週刊プレイボーイ10号で自身初のソログラビアに挑戦し、デジタル写真集も発売しています。女優やタレントだけではなく、30代になってからグラビアを披露するなど活動の幅を広げています。そんな、入木まりさんですが、 グラビアをやったことが新鮮で楽しかったみたいで、今後はいろいろなことにチャレンジしたいと語っています。今後もグラビアをやってくれると思うので、大人の魅力あふれる入りきまりさんのグラビア活動に期待しましょう。それじゃ今回はこのくらいで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。